いしい仕事だったな。テレビにも映ったし。洗濯用酸剤大量。チョコボの香りだよ。またやりたいな。ダメ、危ないでしょ。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。あ、エアリス。どう？お花、なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵。でしょ？そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。いいな。どうだ、食っていくかい？その通り。調味料が違うと絶対に5番街スナック溶かして再利用する。おいしい仕事だったな。テレビにも映った。私、アナウンサーの後ろでアバランチの悪い。他に使えそうなものは。五番街スラムじゃ。スパイスやハーブが育つの。それが味付けの秘訣よ。それ、どこで買えるの？リーフハウスに相談してみな。その前に心配することがあるだろう。フォリア先生との約束。私帰るね。知ってる？ウォールマーケットって言うんでしょ。絶対に近づくんじゃないよ。戦争は終わったと思っていたのに。あ、クラウド。見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど
何か忘れてない？あ、勉強する約束！ハウスに帰らないと！幽霊が出るんだね。怖い。お金持ちがここを通ると財布とか宝石とかをなくすんだって。じゃあ私たちは大丈夫だね。新製品の洗剤がいい匂いね。フォリア先生、人が一番集まるところをパトロールしに行くって出て行った子、いつもお店を熱心に眺めている子、よく町の出入り口を見張ってる子、みんな手作りの剣を背負っています。どうぞよろしくお願いします。もっと飛べ。お願い。ダメ。私がこの街を仕切るのよ。構わないよね。見かけない顔だな。またやりたいな。あんたはテレビに映りたいだけでしょ。スクラップだろうがマテリアだろうが、このスラムで手に入らないものはない。いいマテリアライフを。最近扉がギーギー。バックで停電してから。花、超レア。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。誰か腕自慢はいないか。この先が五番街スラム。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。初めてのスラム、ワクワク。エオリス、男は誰だ。点検頼めるか。予備の電球を買ってくれたら安くするよ。商売上手ね。駅に行ったら怒られるかな。石付きサボテンの。アボランチはウータイに。みんなカンパニー。見回りの調子どう？うん。今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわぁ、ごめんなさーい。冷戦から5年、人々はまだ戦争を忘れていません。番組では、戦争によって孤児になった子供たちへ。うん、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。あ、内緒だぞ。話したら罰金だからな。うわ、勉強の時間。アツノミートガルはどんよりとした曇り空の。これで全員だね。
ハウスに戻ろう。ところによっては雨が降るかもしれません。スラムまで爆破されないかも。硬いな。1番街、8番街、5番街の避難所にはどこ行くの。家に帰ることができない多くの住民たちが世に出ています。避難者に対する避難所。ねえ、こっちだよ。シンダカンパニーは保有するアパートや住宅を期間限定で不要活動することを検討していると発表した。ブラジデのシンダが言うことだ。アバランスの本に対して。ああ、そうだ、おいしい仕事だった。ワンワン、お前ならできる。約束違反は重罪。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルデどうだ。秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やった、商談成立。俺たちの秘密基地よろしく。約束違反は重罪。本を読むな。エアリスはいい子だよ。シンダカンパニーの関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けた大区域に拠点を構えている可能性があり、子供じゃどうしようもない問題も多くてさ、解決してくれると助かる。じゃあ、お疲れ様。下が。そう言われなくても。まだだ。出ろ。丸いな。飛んでけ。終わりだ。なんとかなった。連携しよう。はいはい。当たれ。やっ、カチーンと。おやすみ。終わったね。邪魔だ。うっ。
飛んでけ。えっ、かあやっ。終わったな。やるぞ。
かってた。さあ、頑張ろう。のろけてる？どうってことない。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物、絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと、いいですね？はい、わかりました。ガマ王大治、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい。先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。セービア住んでたクラッシュボックス、やっと再会できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいるさえない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。
ある？あ、クラウド、いいところに来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。刻む。行け。えっ。かき回してやる。やってやる。行くぞ。チャー！カッ！消え失せろ。出ろ！行くぞ！刻む。これだ。叩き蹴る。どけ。悪いな。やっ、隙を作れ。失せろ。勝つ。集中していく。行け。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた？ああ。じゃあ顔と声に出して。何でもや、客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。
クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。ああそうだ、工具の手入れを頼めるか。ちゃんのマコロ話が。アバランチのマコロが。あんたいい腕なんだって。大事に使ってやってくれ。ひょっとして噂の何でも屋さんですか。ああ、自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主にシンラカンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ、盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だからスラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。噂の盗賊スラムエンジェルのことならどんな情報も歓迎ですよ。ミッドガルに来た頃はまだ何でも
人助けをしている若い人がいるんです。あらやだ、なに、スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。まだ花束作ってちょうだい。何？スラムエンジェル？近頃しつこく嗅ぎ回ってる記者がいる。ひょっとして奴に頼まれたか？はっ、知ってても教えねえよ。スラムエンジェルは俺たちの英雄だ。シンラの手下なんかに売れるか。若い頃にミッドガルに来てプレート作りに参加してな。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端シンラもしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。戦争は終わったと思っていたのに、ね、どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を終わらせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃談ですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。え？かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性だ。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ、なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。
ミッドガルに来た頃は、まだ。半分しかプレートがなくてな。お、いいな。西お姉ちゃんの西お姉ちゃん。ここに登りたい。噛まないよね。美味しい仕事だった。最近天閣養山街海岸なんだ。あなたの手を侮って情報。もしかして恋に出てた。いいか。やられはしない。失せろ。ついていけ。お任せあれ。よっと。やってやる。切り
連携しよう。はいはい。近づくと危ないよ。飛んでけ。それ。取れ。行け。進むぞ。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。かき回してやる。飛んでけ。メランさん、せーの、当たれ。撃てろ。来ないで。刻む。撃てろ。落ち着いていけ。お任せあれ。私に任せて。そこから狙える。まだだ。ここまで。じゃあ片付ける。やっ。いいとこ見せなきゃ。届け。やっ。いって。当たれ。どうってことない。やるぞ。うん、やるしかない。覚悟はいい。あ、やっ、くっ、
起きて。ここからだ。協力してこ。下がっている。届け。やってやる。やっ。キュア。蹴り込む。キュア。あ。しびれる。頑張るね。トリュフ。離れてて、ね。そっちは大丈夫。俺が出る。集中していた。まあ。頼んだぞ。はいはい。さあ交代。やってやる。さあ私は任せる。お任せあれ。受けてやる。どう？ドリュウ。行け。飛んでけ。やっ。カチンと。こんな時に。来ないで。やっ。やっ。行くぞ。まずいな。行け。畳みかける。私の出番。沈め。どけ。協力してこ。撃てろ。切り替えよう。隙をつく。仕切り直す。覚悟はいいか。行け。
貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状？他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。じゃないですか。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは？おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でも屋と出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず、私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほら、これを持っていきな。なーに、遠慮はいらない。出どころはあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう。